松の大好き矢沢の夫妻。どうも皆さん、いつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。本日は嬉しいお知らせといいますか、御礼ご挨拶でございます。はい、3月頭頃でございましょうか、ついに、我が YouTube チャンネル松の大好き矢沢夫妻が登録者100名を超えました。ありがとうございます。高いところから失礼いたします。脚立に乗ってます、ね。私始めてほぼ4ヶ月ぐらいですか、4、5ヶ月、うんうん、半年は経ってないと思いますが、早くも100名を突破した、はい、これは私は1年かかる、もしくは100名は突破せんと思いました。こんなくだらない。まあね、好きなことをやってるだけですから、私たちが行きたいとこ行ってやりたいことやって、まあ、その愛媛県松野町、はい、ね、必ずしも有名な町ではございません、うん、でそこでですね、必ずしも行けてないおっさんとおばさんが割と美人と呼んでる2人でですね、ただ面白いことを紹介するだけという、はい、バックはいかないと思っていたところが、皆様のおかげをもちまして、はい、早くも100名を超えることができた。ありがとうございます。専門の YouTuber の皆さん、何百万というフォロワーがいらっしゃる皆さんからすると、はい、バカじゃねえの100人100人で喜んでるみたいなけど僕は嬉しいんですよ、うん、ゼロからのスタートでしたからね。ゼロからのスタートでしたからね。ことに私はパソコン音痴の、うん、ね、インターネット音痴の、何も知らないですから、うん、何ですかフレームレートとか、ね、何ですかファイナルカットプロってみたいなところから始めまして、いろいろ教えてもらった皆様、特に YouTuber のチュートリアル方面の皆様ありがとうございます。本来だったら学校で教えを置くべきところ、パソコンの前でいろいろと勉強、はい、こうやってやるんだ日々ね、いろんな発見があって、ね、感じで、頑張りました。それからかなさんも私のタフなわがまま一般の要求にね、こうやって今も脚立こわーね、やってますけれども、頑張ってね、ついてきてくれて、うん、嬉しいです。喧嘩しながら ねやってますよ。でこれからも、まあ、やっと100人でございます、はい、1000人、1万人、そうですね、10万人、1万円、5万円、運命の分かれ道銀の盾もらえるまで、まあ、マジ、まあ、でっかく出たな、でっかく出た、銀の盾とか金の盾も行きたい、ね、松野町、それだけの価値がある町でございます、はい、私どもはまだ拙いかもしれませんが、松野町、そして南予、うん、それから四国の西南部、高知県も含めてね、はい、素晴らしいところです、はい、本当に、暮らしてて幸せがいっぱいあるところなんで、この桃畑も私ども皆さんのお力でここまで立派に育てることができまして、はい、YouTube チャンネルも育てていこうと思います。今後とも一つ皆様、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げたてまつりまこれ完璧だと隅から隅までずずずいっとよろしくお願い申し上げたてまつりまつりよろしくお願いします。それでは、次回作ご期待ください。はい、これからもお願いします。お願いします。イエーイ。